王オロチとの戦いから数年の後、三国と戦国の英雄たちは突如滅亡の危機を迎えていた。天地を覆うがごとき八種の大蛇にも似たそれは城を襲い町を食らった。また復活を遂げていた魔人平清盛のもとに妖魔が集結、妖蛇とこの危機に生き残った人間は国を越えて結束する。だが妖蛇はあまりに強大であり、生存者はあまりに少なかった。この絶望的な状況を覆すため残された方法は一つ、妖魔の本拠地に潜入し敵の要たる妖蛇を、生き残った最後の英傑馬長、芝将、武田家半兵衛の三人は決死の覚悟を持って城を丸呑みするような化け物相手に戦を仕掛ける。勝てる可能性は低いけど仕方ないよね。俺たちにはもう後がない。これが生き延びる可能性の一番希望を見失うな。勝機は我らの部で引き寄せるのだ。ああ、やるしかないんだ。やってやるさ。信じ力を尽くすのみ。はいや、一か八か妖者を狙う、この戦い分の悪い賭けみたいなもんだな。仕方ないよ、今回は相手が悪すぎる。妖者はこの門の向こうか。はいや、よし、このまま妖者の元まで駆け抜ける。一冊無影螺旋客。いや、手を飛び降り、妖者に迫るのだ。この火の海では妖者に近づくことすらできん。近づかずに攻撃するしかないよね。敵の土砲を借りようよ。北にも土砲があるみたいだな。せめて見るか。
私としたことが。ここは我らが食い止めます。何としても幼者を倒してください。俺の番だな。その戦ぶり手本といたします。与えてくれたもの、俺は絶対に諦めん。
響きは悪くないね。参上目を見張るばかりの戦ぶり。
なかったのだ。
不死身なのか。清盛を倒すのは無理みたいだ。今は引いておこうよ。天下無双の軍師、うん、響きは悪くないね。馬王騎参上。信じておりました。ご助力感謝します。こちらへ。皆様、ご無事でようございました。何者だ、妖魔の類か。私はかぐやと申します。戦艦より皆様方にご助力いたすよう使わされたものにございます。もうあんな化け蛇が出てくるんだ。今さら千人くらい俺たちを助けてくれるのか。さようにございます。かの幼者、今の皆様方のお力では遠く過去へ渡りお味方を増やされますよう。私話が遠く万言を尽くしてもご理解は得ら。文句なしの戦果だ。俺たちのじ…バカな、幼者に挑む際引き払ったはずだ。そ、俺たちが時間を戻ったんだろうな。これがかぐやの言った本当に過去へ戻れるというのか。幼者出現の後この地へ至る前のことだ。俺は仲間と共にその途上医療の地で襲撃を受け、俺は仲間を救いたい。承知いたしました。
では後進におすすめ。あんな短時間で陣地は再建で本当にか時を渡る強く。容赦は各地よう。今日はどうするんだ。また来てくれよ。あれ、さっき出て行かれたと思いましたが。あんなもん。容赦に挑むには